日本カワウソは日本に生息していたカワウソの一種。ユーラシアカワウソの一アシュルトラルトラ日本、または独立シュルトラ日本とされる。日本全国に広く生息していたが、1979年以来目撃例がなく、2012年に全滅種に指定された。なお、日本カワウソは1964年6月27日に、 日本国の天然記念物に指定された後、翌1965年には特別天然記念物に指定されている。また、愛媛県の県中でもある。明治時代までは、レブン島、北海道、本州、四国、九州、壱岐島、津島、五島列島まで、日本中の陸地から島々に至るまで広く生息していたが、乱獲や開発によって生息数が激減し、 1928年には、史料の対象外となった。しかしその後も、生息数は、減少を続け、1930年代から1950年に、かけて生息が確認された地域は、北海道、青森県東津軽郡、油川町、秋田県仙。しかし、本州及び、九州本土の個体群はいずれも孤立した個体群であったため、1954年頃までに、 絶滅したと見られている。本州最後の個体群は、和歌山県和歌山市友ヶ島で1954年に確認された個体群であったが、特に保護されることなく絶滅した。北海道産阿蘇も1955年にシャリ群シャリ川で捕獲されたのが最後の捕獲例である。そのために本川ウソの分布域は、四国地方の愛媛県及び高知県のみとなった。 最後の捕獲例は、1975年4月8日に、愛媛県宇和島市急島で保護されたもので、その後は捕獲されていない。日本カワウソが生きた姿で最後に発見されたのは、高知県須崎市の新庄川におけるもので、1979年6月に目撃されている。新城川では1986年10月にも、日本カワウソの死体が発見されているが、 これ以降生息の確認は得られていない。なお、1993年には、同じ新城川の支流でふんと食べ残しの痕跡の報告例があるが、他の動物によるものである可能性もある。また、カラフト南端部のノトリョ半島には現在でもカワウソが生息しているが、カラフトのカワウソを北海道産種と同一種であると分類する専門家も存在する。 体長64.5から8 2 0センチメートル尾長35から5 6トル体重5から1 1ラム外部計測値は、韓国産のユーラシアカワウソとほぼ同じだが、頭骨形状に特徴があった。目を水面から出して警戒できるよう、目と尾骨が顔の髪型にあった。尾骨は水中で閉じることができた。毛皮は2層からなり、 外側に見える部分は荒い差し毛、内側は細かい綿毛であった。差し毛は水中で水に濡れて綿毛を覆い、綿毛に水が侵入するのを防いだ。このことにより水中での体温消耗を防ぐ効果があった。この良質な毛皮を目的とした乱獲が絶滅の要因となった。日本川ソの骨格標本河川の中華流域。 砂浜や磯などの沿岸部に単独で生息していた。主に夜行性で魚類、手長エビ、カニ、カエルなどを食べていた。一頭の行動域は十数キロメートルにも及び、この中に泊まり場と呼ばれる生活の拠点を3、四箇所持っていた。縄張り宣言のために定期的に岩や草村の上など目立つ位置に分をする習性があった。春から初夏にかけて水中で工業を行い、 61から63日の妊娠期間を経て2から5頭の子を産んでいたと考えられている。子は生後56日ほどですから出るようになり、親が来年に新たな繁殖を開始する頃に独立していたと推定される。日本カワウソはユーラシアカワウソルトラルトラの一足として分類されている。日本本土アシュルトラルトラ日本と北海道アシュ。 ルトラルトラホワイトリーに分ける考え方が有力である。環境省レッドリストではその分類で記載されている。ホンド個体群をルトラ日本という独立した種として取り扱う考えもあるが生息が確認されていないだけに分類に関する再評価は進んでいないのが現状である。鈴木智彦らが行ったシトクロム B 遺伝子の塩基配列の比較では ユーラシアカワウソ三アシュカンの際が4塩期、ホンドイタチと朝鮮イタチの際が6塩期であるのに対してユーラシアカワウソ三アシュと日本カワウソのそれは7から9塩期であった。ミトコンドリアゲノム DNA による系統解析では1977年に、また神奈川県で捕獲された別の個体は約10万年前に分かれた大陸のユーラシアカワウソの 系統という結果が得られた人間にとって身近な存在であり、カッパ伝説の原型になったと考えられているほか、カワウソそのものも伝承に登場する。また、アイヌ語では、エサマンと呼ばれ、アイヌの伝承にもしばしば登場している。七十二項の一つで、脱災魚とある。江戸時代の料理書、料理物語には、獣の部において、カワウソの名が記載されており、かつては、 食用となっていたと見られる。日本カワウソは保温力に優れている毛皮や肺結核の薬となる肝臓を目的として明治から昭和初期にかけて乱獲が進んだ。そのため北海道では1906年当時年間891頭のカワウソが捕獲されていたが12年後の1918年には年間7頭にまで減少した。 このような乱獲が日本全国で行われたため、1928年に日本カワウソは日本全国で飼料禁止となっている。1954年の時点で日本カワウソは北海道、紀伊半島と愛媛県の瀬戸内海から上海にかけての沿岸部、高知県南西部の沿岸部及び室戸岬周辺にわずかに生息域を残すのみとなったが、農薬や排水による 水質悪化、高度経済成長期における周辺地域の開発、河川の護岸工事等により生息数の減少にさらなる拍車がかかった。さらに、極による歴史やイテスの食害を防ぐための駆除も大きな打撃となった。最後の個体群は当初漁師だけが知っていたもので、細々と密漁されていた。1979年6月に、 高知県での目撃以降発見例がなく絶滅した可能性が高いとされているが近年四国を中心に日本各地で確証のない目撃例が断続的に続いている。これらの生存の可能性を指摘する専門家も多い。四国での主な目撃例には1989年に高知県須崎市で撮影され、 ジック出版局レッドデータアニマールズに掲載された3枚の写真や1996年3月20日に土佐清水市の海岸で撮影された川嘘ウソと思われる足跡の写真がある。2000年代以降でも2009年に高知県内で有力な目撃情報がある。1989年6月27日、北海道旭川鹿い子丹で車にひかれた。 カワウソの死体が発見された。カワウソの死体は、旭山動物園で、各種調査が行われたが、調査の結果飼育下にあった、ユーラシアカワウソであると判明した。北海道ではこの他にも、1997年に、釧路総合振興局管内のアッケシ湖に流れ込む、別館牛側でカワウソらしき動物が目撃されたとの、報告もある。北海道と四国以外では、 富山県黒部川原流域に1969年、もしくは1980年代後半まで、日本川嘘が生息していた可能性が指摘されている。また、2016年に哺乳類学会始、哺乳類科学で発表された論文によると、1980年代初頭まで、長崎県の五島列島福江島では、日本川嘘が生息していた可能性が指摘されている。 2017年2月に琉球大学が津島で撮影したビデオの中にカワウソと思われる生物が撮影されており日本国内で生きた野生のカワウソの姿が確認されたのは38年ぶりとなった7月には環境省による調査が行われ島内には少なくとも2匹が生息していることが判明しまたフンからはユーラシアカワウソの DNA が検出されている 2018年4月に栃木県那須町沼野一区にて日本川嘘の目撃情報が相次いでいることから調査隊が編成されたが2020年現在未だ見つかっていない2020年には高知市職員らによる市民グループが高知県大月町で日本川嘘らしき動物の姿を撮影した動画や写真を発表したグループは食痕や巣穴などの証拠や 写真解析を行った結果、日本化は嘘以外に考えられないとの結論を出す。一方で、画像が不鮮明であり、日本化は嘘との確証はないとの意見も出ている。ありがとうございます。